で原宿はすごいですね、なんか。いや、でも本当にちょっと大木さんに、真面目に大木さんに芸能界でその長く活躍するアドバイスとかを、秘訣を聞きたいです。それ俺マジで言いたくない。なんでですか。そういうのをだから普段テレビで言わないテレビショーの大木さんと違うところの、マジで言いたくない。違う顔を見にライブに来るんですから。大木さんが盛り上がってるのやりましょう。これ以上空気悪くなったらもう大変なことになる。2対1じゃん、もう完全に。ミルクカフェさんのちょっとおすすめな商品をちょっと私買っていきたいと思います。じゃあ4つね。私のサイキックで4つ。はい、4つ。私のサイキックで何ですか。なんで今年のサイキック。私のサイキックで皆さんに適したものをちゃんと選んでくれきますから。ソフトクリームとアロハが似合いますね。これでもすごくないですか。 4つともキックが触っちゃってるから俺触りたくない。いや、やめろ。小学生じゃないですか、それ。昔の。そこで買ってきなさないでください。昔の小学生じゃないですか。どういうツッコミで。今もいますね。10月18日、はい、頑張りましょう、はい、お願いします。うまい。うまなんか明るく見える。どういうことですか。いや、目がちゃんと見えるようになった感じしました。アロポン君はYouTube で飯テロの音のやつやってますから、はい、いかがですか。これもう最高ですね。でも YouTube 今人気なんですよね。食べる姿が可愛いし美味しい、はい、ありがとうございます。見てると幸せになれるってことで。これ分かんないけど俺はこの動画見たくない。やめてくださいよ。こっから作っていくもんじゃないですか。関係性も含めて。